始まりました。大人の近代史。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、早速なんですが、以前ね、リクエストあった件でやりたいと思います。お、リクエスト待ってました。待ってたって長丸が。よくわかんない。リクエストした人。で、前にちょっと男目会でも読んだものなので、ちょっと抜粋しますけど、はい。バツイチ大人2号さんからいただいたものです。個人的な興味で大政翼賛会という組織が気になります。戦時へ向かう時のプロパガンダのために作られた組織なのでしょうか。当時この組織に抵抗した勢力とかも気になります。大政翼賛会に来ましたか。そうなんですよ。これね、今まで扱ったテーマの中でかなり悩んじゃった。すごい、どうしようっていうなんでいや、何回読んでもね、うん、何言ってるか分かんないことがすごい多いのよ。俺も大政翼賛会ってさ、こうちょっとふんわりしてるっていう言い方はちょっと変だけどさ、なんか俺雲をつかむような感じの組織だと思っててさ。そうなのよ。そうだからさ、俺もなんだろう、自分の中でこうだみたいなのは分かってるんだけど、なんかさ、ちょっとよく分かってないところも多いんだよね。そうそうそう、その感じなの。もしかしたら実際本当にそうなんだと思うんだよね。うん。まあちょっと話をしたいと思うんですが、はい。あ、ちなみにさ、あのプロパガンダのための組織なのでしょうかっていう質問もあったんで、うん。ちょっとね、これプロパガンダっていうところも震えて後半はやりたいなと思ってます。お、緒方郎の得意なプロパガンダ来ましたね。いやいやいや。じゃあということで、あの大政翼賛会とはっていうのをまず話したいんだけど。大政翼賛会っていうのは1940年に近衛文麿によって設立された国内を統一するために作られた組織なんだよね、うん、で大政翼賛会の大政は天皇の政治っていう意味なんだよね、うん、で翼賛っていうのが賛成して助けることっていうような意味があって、うん、まあ、天皇の政治を賛成して助けるみたいな、そんな、まあ、意味合いがあるんだよね、うん。でちょっとこの大政翼賛会話すのに時代背景から少し話したいので、うん、ちょっと時代の後ろ髪をそっと引いてみましょう。なんか最近そのさ時代背景喋るときなんかそういうちょいネタやってくるよねやってるやってる。でも今日は歌わないから大丈夫あ、そうで1937年になると日中戦争が始まるんだよね。うん。これでさ、あのさらに欧米諸国との関係が悪化する時期でもあって、うん、で1939年からはドイツがポーランドに侵攻して第二次世界大戦が勃発するんだよね、うん、で1940年になると日本国内では米内内閣っていうのが誕生するの、うん、でこの内閣は戦争をこれ以上拡大しないようにっていう立場をどちらかというと取ってた、うん、で日中戦争って言えばさ、講和を模索したりとか、うん、あと日本とドイツとイタリアで三国同盟をするっていうその流れがあったんだけども、その締結には反対の立場を取った内閣なんでね、うん、それによってね、特にね陸軍の反感を買うんだよね、うん、で当時さ軍部大臣現役武官制っていう制度があって、うん、これはさ内閣のポストに陸軍大臣、海軍大臣がいて、うん、でその大臣は現役の軍人しかなれないっていう決まりなんだよね、うん、でそのためさ陸軍が大臣を出さないってことをすると内閣っていうのは存続することができなくて、うん、でこれによって与内内閣っていうのは総辞職へ追い込まれるんだよね、うん、そこで誕生したのが第二次近衛内閣なんだよね。うん、そうそう、これ第二次って言われるぐらいだから、この人近衛文麿なんだけど、うん、彼はね合計でまあ3回首相になってる、うん、第一次第二次第三次ってあるんだけど、まあ、今回ちょっと第二次の時なんだけども、うん、この近衛ってさ名前からするとさ近衛家って言ってさ、これはさ鎌倉時代中期に成立した公家のトップである御設家の一つなんだよね。ああそうなんだ。そうそう、御設家っていうと近衛家と一条家、九条家、高司家、二条家ってあるんだけども、うん、だからこの近衛って聞いたらもうただものじゃないってことなんだよね。
あ、周りにさ、近衛さんとか聞いたことある？いや、いないね。一回もないね。いや、いないでしょ。もう、近衛さんは俺の中じゃ近衛文丸だね。いや、そうだよね。うん、そうだね。いや、だからもうさ、なんだろう、先日隣に引っ越してきた近衛ですって言われたら、すごいことになっちゃうよ。もう超絶家柄がいいってことでしょ。間違いなくいいと思うよ。すいません、こんなジャージ姿でみたいなね。なんでそのシチュエーションは。いやいや、あ、ちなみにね、うん、細川守弘元内閣総理大臣の、この人もね、あの近衛家の血を引いてる人なんだって。へえ、そうなんだ。そうそうそう、まあ細川だけどね。まあだからそのあれでしょ、娘が、そうそう、そうとかっていう感じのあれでしょ、麻生さんとかと一緒でしょ、要は。あ、麻生さん、そうなんだ、俺知らなかった。麻生さんほら吉田茂じゃん、名字違うもんね。うん、でこの大政翼賛会の始まる経緯なんだけども、うん、与内内閣が総辞職後のこの第二次近衛内閣が成立した後に、うん、新体制運動っていうのが強まってくるんだよね。うん、このね、新体制運動っていうのがざっくり一言で言っちゃうと、戦争を戦い抜くために一党独裁の強力な政治体制を目指すっていう主張なんだよね。うん、これにね、影響を受けたとされるものが、その時代の海外に目を向けると、うん、第二次世界大戦で快進撃中のドイツがいたんだよね。うん、ドイツはさ、ヒトラー率いるドイツの国民社会主義ドイツ労働者党っていう、まあ、通称ナチ党っていうものが独裁の党として君臨してたんだよね。うん、でイタリアを見るとムッソリーニ率いるファシスト党っていうのがあって、うん、これらの国のさ、特徴っていうのは、強力な指導者が国を、まあ、独裁という形をしていて、うん、で国民のさ、自由とか財産を制限して国のための利益を優先している体制なんだよね。うん、これらをね、あの全体主義っていう言い方もするんだよね。うん、日本もね、この全体主義を目指すっていうんで、この運動がその新体制運動って言われるんだよね。うん、そうで、その結果生まれたのが大政翼賛会なの。うん、1940年に大政翼賛会が成立して、立憲養成会とか、その時ね、非合法だった日本共産党など、こう一部を除いては全ての政党が自発的にこのね、解散して大政翼賛会に加わったんだよね。うん、これちょっと解散した理由って様々、あのいろんな思惑があったんだけど、うん、例えばね、あの近衛文麿が首相になって翌日ぐらいにね、ラジオ放送を行って、うん、国民に向かって既存政党の問題点を語ったりとか、さらにね、あの直接政党に解散を呼びかけたりとかもしたんだよね。うん、で既存政党の人もさ、まあ、新しい体制から取り残されることへの不安がこう強まるわけよ。うん、まあ、そもそもさっき言った通りさ、世の中の流れが結構その全体主義に傾きつつある時でもあったから、うん、で大政翼賛会に加わることで自分のその今ある地位を維持できる、まあ、それ以上に高めたいっていう思惑もあったんだよね。うん、でそんな理由でこの既存政党っていうのはほとんど解散をしたっていう経緯がある。うん、この大政翼賛会のトップにはね、その時の首相の近衛文麿がなったんだよね。うん、で、まあ、担ぎ上げられた感っていうのもちょっとあるんだけども、うん、まあ、本人自体もそういう、なんだろう、志っていうのもあったのは確かなんだよね。うん、で、あと、近衛家っていう、さっきも言ったけど、そのカリスマ性があって、うん、で、あと彼自体の性格というか、穏健派で、いろいろなね、派閥と友好関係があったんだよね。うん、まあ、そんなことから彼が適任ということで、あの抜擢をされるんだよね。うん、でこのね、大政翼賛会の結成日っていうのは近衛文麿の誕生日の10月12日に結成されてる。でこっからね、大政翼賛会っていうのはできたんだけれども、いろいろなさ、派閥だったりさ、例えば右翼団体とか思想の異なる人たちなどの集団となったんだよね。うん、でそのため結果ね、一致団結した組織にはならなかったの。うん、ここでね、仮にもね、近衛文麿がリーダーシップを発揮して引っ張っていったら変わってたかもしれないけど、う
まあ、そもそもそういう性格ではないというか、積極的にみんなを統率していくようなあのリーダーシップっていうのは取らなかったんだよね。うん、で、大政翼賛会内部でも意見がね、まあ、対立してて、うん、例えば衆議院議員のベテラン層からも批判の対象となったりとか、うん、で、その一つにね、大政翼賛会が一党独裁を目指していることがあの問題になったんだよね。うん、これはさ、あの大日本帝国憲法にはさ、天皇が最高権力者となってるんだけども、うん、この一党独裁を仮に認めてしまったら、例えば幕府の時のように天皇はこう形だけみたいな存在になっちゃう。大政翼賛会がそれで実質的に権力を握ることになるかもしれないっていうのがあって、うん、で、これは憲法に反するって言って反発の声がね、徐々にね、高まってくる。うん、そう。で、そういったね、あの、批判が重なって、結局ね、この大政翼賛会っていうのは、もともとは政党として活動することが目的だったんだけども、うん、公示結社っていうのになるの。うん、これ、公示結社っていうのは、政治に関係のない公共の利益を目的とする組織っていう意味で、うん、そう。まあ、要は、政党とはならなかったんだよね。うん、ただね、この大政翼賛会っていう組織は残って、政党ではないんだけども、第二次世界大戦中に国の命令とか思想を国民に伝える、まあ、いわばこう伝達機関として活動していくんだよね。うん、で、この時の、まあ、時代というか体制を翼賛体制ってあのよく言われるんだけど、うん、この翼賛体制の中で行われた広報活動が、まあ、よくプロパガンダ、とも言われるところなんだよね。うん、で、ちょっとプロパガンダっていうのをこっからあの話したいんだけども、うん、プロパガンダってもともとはラテン語で増殖するとか種をまくっていう意味なんだよね。そう。で、これはね、キリスト教カトリック教会の布教活動する、まあ、機関の名前だった。うん、で、このプロパガンダっていう言葉が、例えばカトリックと対立するプロテスタントにとって危険な思想を広めるものっていう風になって、うん、で、そこからプロパガンダにはある特定の考えを植え付けるとか誘導するための宣伝っていう意味合いに変わっていくの。うん、で、特に今ではさ、政治的主張を誘導することについてあのよくプロパガンダっていう使われ方がするんだよね。うん、そうだね。そうそうそう。だからあの先にその質問にあった大政翼賛会っていうのはプロパガンダのための組織なのでしょうかっていう答えは、もう政治的主張をこう宣伝してる組織だから、もうプロパガンダって言っても間違いないと思われます。なんで思われますな。いや、で、これからさ、翼賛体制の中で行われたいくつかのちょっと事例をね、紹介したいなって思います。はい。翼賛会にはね、宣伝部っていうのがいるんでね。うん。で、そこがね、出したね、ちょっとポスターを紹介するんだけど、うん、これね、12月8日にね、日米開戦1周年の催しが翼賛会で企画されたんだよね、うん。で、そこでね、国民を鼓舞するためにあるポスターを作った。で、これちょっと有名なんで、もしかしてるかもしれないけど、うん、ポスターのね、右半分に大きくね、もう12月8日ってそのまんま書いただけなんだよね。うん、で、左側に、どんな困難にも対応と固く誓った日だって書いてあるシンプルなポスターの。うん、ちょっと困難ってね、まあ、困難っていう意味合いで受け止めてもらって多分大丈夫だと。え？その説明いらない。いや、どんな困難にも対応と固く誓った日だって書いてあるのよ。困難って何？漢字で書いてあるの？あ、そうそう。漢がね、すごい難しい。今使わない。うん。で、意味合い調べたら困難とほぼ一緒だったから。まあ、なんかそういう、あれなのかな、言い方をしてたってことなのかな。そうそう。で、ここでね、注目するのはちょっと困難ではなくて。うん。違うんだ。12月8日っていう日にちを一番目立つように、右半分が全部それだけしか書いてないから。うん。これをね、視覚的に強く印象付けたの、わざと。うん。で、これはさ、1年前さ、12月8日っていうのは、国民の中でラジオの臨時ニュースが突然流れて、こう軍艦マーチが鳴って、で、ハワイの真珠湾攻撃の成功が国民に伝えられた日なんだよね。うん。当時の国民は
この12月8日っていうのははっきりと覚えてるし、うん、だからその日にちに対する解説ってこれ一切しなくてもそれだけで国民を鼓舞するには十分だっていうような考えで作られた。おで力を注いだのはこの12月8日っていう文字をどれだけ力強く表現するかっていうことを作られる経緯とか当時のその人たちの葛藤とかもね書いてある本があって、うん、複数のねデザイナーがいくつもこう案を出し合って丸一にかけてこの12月8日っていう文字の字体とか配置とかを練って練って出したんだよね、うん、それでね決まったのがね明朝体を太くした力強い12月8日だったんだよね。へえ、明朝体ね。そう、中丸も太い明朝体好きだったよね。ちょっと待って、俺ピンと来てないんだけど。なんかごめん。あ、でもなんかあれでしょ、よくあるやつだよね、あのなんか漢字とかでこう書いてさ、なんかパソコンとかでよくこうワードとか打った時にだいたいゴシックかあの明朝体かみたいな感じになるもんね。そう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 。まあこんなんでね、ちょっとね準備運動がてらあの今1回目を紹介したんだけど、うん、次ねちょっと翌3回宣伝部っていうのがまた出したポスターがあって、うん、でこのポスターを出すにあたって街中を歩く人の足を無理やり止めさせるにはどうすればいいのだろうっていうのを考えてたの、うん、でねコロコロもね戦争から1年ぐらい経った時で、うん、最近の広告っていうのは上からのこう命令ばかりが多くて、うん、国民もうんざりしてるんじゃないかっていうふうに考えたんだよね、うん、でそこで考えついたのがあって、うん、長丸はどんな文言だったかちょっと当ててもらっていい？すげえ雑な振りだな。足を止めさせようとするわ、なんか注目をこうね、なんか集めるっていうかそういう感じだよね。そう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 。だから多分もうあれなんだろうな、なんかもう絶対目を引かなきゃいけないっていう感じなんでしょ。そう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 。なんだろうね。いやちょっとマジで思いつかねえな。あ、じゃあちょっとヒント言おうか。はい、ヒントヒント。ヒントはね、逆に下からお願いしてる感じにしたんだよね。あー、なるほどね。そう、命令口調じゃなくてその方が止まって読んでくれるんじゃないかって考えた。なるほどね。だから結果なんか協力しろよって言ってるような感じになるってことだよね。そうだね。え、知ってんのそれ？ちなみになんか聞いたら、あーそれねって感じのやつな。どうだろう、でも有名どころで、さっきのも有名みたいだけど。別に俺プロパガンダの専門家じゃねえもんな。じゃ あ, あの答えを言うと、うん、お願いです、隊長殿、あの旗を打たせてくださいっていう風ポスターを作る。あ、これ絶対当たんないよ俺。これさ、旗っていうのはさ米英の旗のことで、うん、ポイントはさ隊長からの命令じゃなくて、うん、部下自らの願いになってるっていうことなんでね。ああ、なるほどね。そうそう、それだとなんか自然と人は立ち止まって読んでくれるんじゃないかっていう思惑があって、うん、ちなみにね、あの旗を打たせてくださいの打つっていうのは、うん、射撃の撃っていう感じじゃないんで。あ、そっちじゃないんだ。そうそう、射抜くの意なんだよね、うん、を当てて打つっていう感じにしてん、うん、これはね、なんか実際に最前線で戦う兵士の感覚は、銃をこう撃つっていう感じじゃなくて、射抜くっていうイメージがあったみたい。へえ、そうなんだ。そうそうそう。このちょっと作った人が実際にね、最前線で戦ってたっていう経緯もあったんだけど。うん。で、そしたら、もう一つちょっと事例があって、うん。これはね、中丸も知ってるし、あの、東京大空襲の、あの、戦災資料センターで、偶然にも見たやつなんだけど、うん、これはね1941年の写真集報っていう内閣情報部ってとこで出版されたあの雑誌に書いてあったやつなんだけど、うん、爆弾が炸裂した瞬間しか爆弾ではない、あとはただの火事ではないか、ただの火事を君は消そうともせずに逃げ出す手はあるまいって書いてあるんだよね。あ、覚えてるこれ。ね、あるよね、うん、自分がさ、え、これ爆弾じゃないのみたいなさ、確か言って、いやいや、これは鼓舞するためみたいなね、なんか長丸が言ってたような気が。
精神論だよなとかってそんな会話したよね確か。そうそう、まあ、まさにこれプロパガンダ的な広告なんだけど、うん、空襲にあってもさ、まあ、逃げ出さずに消火活動に当たることが国を守るっていうことを強く伝えてるんだよね、うん、でちなみにさ、こうやって空襲で焼夷弾が例えば落とされれば、うん、鎮火するのにさ、その当時ね、隣組っていう単位で消火活動を行うってことがあったのよ、うん、ここでさ出てきた隣組って長丸聞いたことある？聞いたことあるけど、なんか具体的にって言われると分かんないな。なんか江戸時代の5人組みたいなイメージしかないんだけど。あ、まあそんな感じでいいと思うね。でも、うん、そう、実はね、これもね、大政翼賛会が作った末端組織なんだよね。ああ、これさ、自分の実家は割と田舎の方だったから、ああ、まあ否定はしないそうそう、隣組って今でもあるんだよ。あ、そうなんだ。そう、よくうちのおじいちゃんばあちゃんが隣組のなんか集まりとか、隣組に顔向けできないみたいな、なんかよくね気にしてたの。へえ。そう、だから例えば隣組の中で誰かが亡くなったら、もう当然お葬式にも行くのよ。そんなに直接交流なくても、うん、そういうなんか付き合いとかいろいろあったよ。へえ。まあ、あの辺隣もね、ちょっとだいぶ遠い隣だったりするけどね。そうそう、だから割とこう田舎の方が残ってるかもしんないね。まあそうだね、うちのばあちゃんとかもそうだったね。考えてみたら、お葬式ってなると近所の人がみんな行くみたいなさ。そうなんだよね、うん、そういうつながりがね、この時に実はできてるんだよね、大政翼賛会の時に。そうなんだ。で、このさっき言った隣組っていうのをね、大政翼賛会が作った狙いっていうのがあって、うん、これはさ、国民予想総動員して強く団結するっていう構造を作りたかったんでね、うん、だからすごい細かい部分まで落とし込むために隣組っていう小さな単位を作ったの、うん、そう。あ、ちなみにね、大政翼賛会の構図なんだけど、うん、一番上に総裁がいて、まあ、近衛文麿だけど、うん、で次にね、都道府県の支部長とか、まあ、知事だねがいて、その次に市町村の支部長とかになってくるんでね、うん、でそこからまあ町内会とかなってくるんだけど、その町内会からさらに細かく分けたのが、まあ、隣組っていう風に言われるんだけど、うん、そう、だから隣組っていうのはね、10世帯前後に区分けされたものなんでね、うん、こうやってさ、その町ぐるみでさ、連絡を取る手段としてね、この時さ、回覧板っていうのもこの頃に普及したんだよね。お、今でもうち回覧板とかなんかやってるけど。え、あそこで回覧板回るの？回ってくる。あそこの、なんだろう、区画で一緒にさ作られた家の中で回覧板をやって。だってまあまああれじゃん、まあせいぜいね10年とかそれぐらいじゃないの、あの辺って。そうそうそう、10年は経ってるけど。そうなんだ。だって要は住んでる人って結構そういう世代なわけじゃん、若いっていうかさ。自分たちよりちょっと上の世代だけどね。まあちょっと余談だけど。で、隣組をね広めたもので、翼賛一家っていう漫画のキャラクターがあるんだよね。おう、これね、家の主が三平さんっていうのを中心に11人のね大和家っていうのが描かれてるの、うん、この翼賛一家っていうのはね、新聞とか雑誌の連載、映画、舞台、レコード化までしてて、うん、この翼賛一家っていうアイデアができてから半年間のうちにこれ全部やってんの。お、驚愕すべきさ、もうなんだろう、速さというか展開なんだよね。お、例えばさ、今だとさ、漫画が売れたらさ、次は映画が出るとかさ、うん、そういう流れがあるけど、最初から複数の媒体で展開しようとしてるっていうのが、この国の力の入れようっていうのがわかると思うんだけども。お、でこれはさ、売り上げがそもそも目標じゃないから、うん、短期間のうちに国民にいかに知らせることが目的っていうのが、まあ、あるから、こういう形式になってるんだけど、うん、で翼賛一家のね、これ漫画にはね、町内マップっていうのが紹介されていて、うん、そこにね、隣組のことも書かれて、分かりやすく図とかで書いてあったりするの。うん、そう。で、漫画の中にはね、こんな風にね、文言で紹介されてるんだけど、うん、ね、皆さんが互いに垣根を取り合って気になってくだされば、面白い笑いの一日が実現するっていう風に、まあ、紹介されてるのもあったりして、うん、
まあ、このようにね、隣の家との垣根をなくすっていうことが理想とされたんでね、うん、隣組っていうのはもうそもそも家族なんだっていうメッセージがね頻繁に出てくるの、うん、でこの隣組がやることっていうのは例えば配給切符の割り当てとか、うん、金属などの資源回収をしたりとか、うん、あとは防犯とか防災活動、火を消したりとかね、空襲の、うん、であとね、上階って呼ばれるね集まりもしてたんだよね、うん、これはね隣組の誰かの家に集まって大人も子供も家族全員が集まって話すってことが推奨されたの、うん、これもねちょっとね翼賛一家の漫画に抜粋するんだけど、うん、今日は僕の家の上階です。上階は家の人が集まって自分たちがしたことを見たこと考えたことをお話しするのですって書いてある、うん、これね絆を深めるっていう目的もあるんだけどこれはね互いの監視とか思想の統一っていう目的も実はあったりするんだよね、うん、で隣組っていうとさずっと昔から続いてきた日本の姿だって思ってる人もいるかもしれないけど、うん、実はこの戦時体制の中で作られた組織なんだっていうのを覚えてもらえれば幸いです何が幸いなんだよよくさこの隣組がさ日本人の同調圧力をさらに強化したんじゃないかとも言われたりするの、うん、これちょっとたまたま読んでてさあそういえば前回海と毒薬でね長丸が日本人は同調圧力に負けるって言ってたなと思って、うん、このねなんか隣組っていうのも含めてなんか関係してるんじゃないかなってちょっと思っちゃった。まあ、そのお互いで監視し合うっていうところが結局要は同調圧力になるわけじゃん。そうだね、うん、で日本っていうのはなんかそういうところが強いよねっていう。そうそうそう。でこの翼賛一家のキャラクターって誰でもね描けるように簡単な線を用いて描かれてんの、うん、これはねこのキャラクターを使って国民がね自由に描いて雑誌などにこう投稿できるようにしてたの。翼賛体制のね特徴の一つに国民自らがこうやって参加して盛り上げていくってことをね強くね歌ってるんだよね、うん、そういう狙いもあって。であとちょっと紹介したのがねサザエさんなんだけど、うん、サザエさんの作者って長谷川真知子さんなんだけど、うん、彼女はね戦時中にね翼賛一家大和さんっていう4コマ漫画を描いてるんだよね、うん、比較的彼女は戦時色の薄い日常生活を描いてはいたんだけども、うん、それで戦後になってさサザエさんを描くわけで、でまあこれが大ヒットするわけじゃん、うん、でサザエさんとね翼賛一家の似てる点が実はあるんだよね。おそれはね家族とか町内の関係性が強く描かれてる、うん、めっちゃさノリスケさん家に来るじゃんみたいなさまあ確かにねそう三河屋のさサブちゃんがすごい頻繁に裏口から顔出すじゃんみたいなあんじゃん、うん、これねサザエさんに限ったことじゃなくて、うん、新聞のさ4コマ漫画を思い浮かべてほしいんだけど、これさコボちゃんとかさ隣の山田くんとかまあロングセラーになったものっていくつもあるんだけど、うん、これ全てがさ家族を中心に町内との関係性が強く描かれてるんだよ。ああ、まあ確かにそうだね。そうそう、実はね新聞のこういう漫画って家庭を題材にしたものが増えてきたのは日中戦争以降なんだって。それ以前は冒険者とか他の様々な題材が描かれてたんだって、うん、そうだからこれね戦時中の実は名残の一つなんじゃないかって言われてる、うん、まあこんな風にさちょっといくつか例を今回紹介してみたんだけど、うん、このさ重要なのはさ今紹介したもの全てさ兵士に対してのメッセージじゃないんだよね。うん、直接戦争に参加していない一般国民に向けてのものなんだよね、うん、まあ、それがちょっとプロパガンダの特徴の一つでもあるんだよね、うん、例外はあるけど、うん、でちょっと戻るけど大政翼賛会っていう組織自体はどうなったかっていうと、うん、これは終戦の2ヶ月前に本土決戦を備えてより強い体制を取るため廃止されて、うん、国民義勇軍っていうのを結成したんだよね、うん、まあ、結局本土決戦にはならずに日本はポツダム宣言を受諾して、まあ、終戦へとなるんだけど、うん、でちなみにね戦後近衛文麿っていうのは GHQ から逮捕命令が出されて、うん、永久戦犯として起訴される可能性が出てきた
から、それを知ったコノアフミマロは自らね、青酸カリを服毒して自殺してるんだよね。うん、まあそんなちょっと今回は体制抑散会とプロパガンダってことを中心に話したんだけれども、うん、最後に最近の話をちょっとしたいんだけど、うん、ある本で紹介されてたんだけど、うん、2014年にね、当時の内閣総理大臣の安倍晋三さんが集団的自衛権の必要性を記者会見で説明したのがあって、うん、なんとなく覚えてる、これ。いや覚えてるか。聞きゃわかるかもしんないけど、うん、これさ、日本人が海外で突然紛争に巻き込まれて、うん、そこから逃げようとする日本人を同盟国のアメリカの船が日本へ例えば輸送してる時に攻撃を受けるかもしれない、うん、その時に現在の憲法解釈だと日本の自衛隊はその船を守ることができないっていう、うん、でここでね、取り上げたいのは集団的自衛権が必要かそうじゃないかっていうことではなくて、これを説明する上でね、用いられたイラストなんだよね、うん、これはね、第三国から、まあ、第三国ってね、明らかにちょっと位置的に、地図上でね、中国の位置なんだけど、うん、で、アメリカの船がそこから日本人を乗せて日本へ向かっている絵なんだよね。うん、ただね、その船のね、とこに大きなね、丸の吹き出しがあって、うん、そこにね、日本人と思われる母親がいて、うん、不安そうに赤ん坊を抱えて、その脇に娘と思われる少女がもう一人描かれてるの。うん、このイラストはさ、船よりも、なんなら日本の地図よりも目立つように真ん中にあえて母と子っていうのを大きく描いてるんでね。で、もう一つね、別のを紹介したいんだけど、うん、さっきのイラスト発表からね、これちょうど100年前のポスターなんだけど、うん、1914年にのイギリスのポスターで、うん、この年ヨーロッパでは第一次世界大戦が勃発してるんだよね。うん、このポスターにはね、ドイツ軍によって村が焼かれて不安げな表情で逃げてる母と子っていうのが描かれてる。うん、で、そしてね、中央にはね、イギリス軍兵士が書いてあるんだよね。うん、その下にはね、英語でね、enlist today って書いてあって、うん、今日入隊せよって書いてあるの。おー。ここでさ、ちょっと紹介した2つのイラストなんだけど、うん、似たようなメッセージが込められていて、うん、それは、あえて目立つところに弱い女性と子供っていうのを描いていて、うん、で、そしてそれを守るために戦う必要があるっていうメッセージが込められてるんだよね、うん、そうそう、時代はさ、ちょっと100年違うけど、こういう構図っていうのは、まあ、ずっと変わらずにあるんだなっていうのをちょっと紹介したんだよね、うん、で、まあ物の見え方っていうのはさ、本来その時の状況だったりとかさ、人によって差異が生まれるんだけども、うん、ある特定の言葉だったり見せ方によってその差異を排除するっていうことができる、まあ、これがね、プロパガンダって言われるものなのかなっていうのをちょっと今日はお話ししました。はい、いかがでしたでしょうか。まあやっぱりプロパガンダっていうと緒方郎がね、日頃知らず知らずに使ってるテクニックじゃん。それ自体がプロパガンダで。とまあそれはじゃあ置いといて、まあやっぱりさ、そのね、まあ別に日本に限らずじゃん、このプロパガンダっていうのは。ドイツとかさ、まあナチスなんか特にもうプロパガンダのオンパレードじゃん。うんうん、で、まあ、イタリアだってそうだしさ。で、もちろん別にね、そういう数十国だけがやってたわけじゃなくてさ、イギリスだったりアメリカだったりだってさ、まあそういうのをやってたわけじゃん。そうだね。そう。なんかやっぱりこう戦争とプロパガンダっていうのはどうしてもこう結びついてしまうっていうかさ、それも結局総力戦だからこそ起こり得ることであってさ、変な話さ、昔々の戦争はさ、総力戦じゃないからさ、こんなことしていちいち民間を鼓舞する必要もなかったんだよね。あ、確かにそうだね。そう。だから近代戦のね、あり方っていうのかな、がやっぱりこのプロパガンダを生んで、で、このプロパガンダの手法っていうのがさ、結局今マーケティングとかそういったところにもこう生きてるわけじゃん。うんうん。こうすれば人は注目をするとかさ、感情に訴えかけるキャッチコピーとかさ。うんうん。まあだから物は使いようっていうのかな、結局さ、マーケティングに使うんだったらさ、別に平和的な話じゃん。はいはいはい。だから言葉をさ、そういうさ、平和的に使う分にはいいけど、やっぱりそれが戦争利用とかってなっちゃうとさ、なんか急に危険なものにこう一気に変わっちゃうわけじゃん。うんうん。ね、だから、まあ何が言いたいかっていうと、時代っていうのが
同じ言葉を言っててもさ、その時代によってさ、捉え方も変わっちゃうしさ、そこが難しいとこだなっていうのが思ったところかなっていう。ああ、確かに。うん。そうだね。まあ、ということで、今回は体制翼賛会とプロパガンダについてお話ししました。はい。少し後ろ髪引かれる思いですが、もしよかったらフォローして、また聞いてくれたら嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。